次に大石あきこ君。大石君。れいわ新選組大石あきこです。セキュリティクリアランス法案について、高市大臣、与党自民党の裏金問題が解決していない中で高市大臣はなぜこの法案を審議するんですか。高市大臣。この法律案が、国民の皆様の安全を守るためにも、そしてまた今後の日本経済の発展のためにも、また国際、協力を深めていくためにも重要な法律案だと考えるからでございます。大石あきこ君。この法案はすでに導入されている特定秘密保護法との一体運用によって安全保障に係る国家機密を経済安全保障の分野に拡大し、大幅に民間に拡大活用させていくというものです。この法案の安全保障とは、実質的には米中対立の中でアメリカ側の安全保障戦略に日本が組み込まれるものであり、具体的には軍事的経済的な対中包囲網のことです。この法案はまさに時の政権が国民に何を秘密にするのか、これを決める重大な法案なんです。裏金をやっていた派閥との全容化、裏金をやっていた派閥の全容解明がないですとか、統一教会との関わりの解明がないですとか、その自民党与党の政権が国民に秘密を作っていいですかって、もし国民に聞けばそれでいいよっていう人はいません。密室でこのようにやってるからこのようなことが粛々と進んでしまうんです。そもそもこの特定秘密保護法は2013年、10年前に国会で大騒ぎになって、それで強行採決されて成立した法律なんですけれども、これを今回曖昧にも拡大をしていく法案なのに、こんなに静かにせいぜいちょっとした修正協議で進めていくとか、こういうこの流れ自体が非常におかしい。先日の参考人質疑の時に、情報公開の行政実務もされている、長年されている専門家もおっしゃっていましたが、そもそも政府の情報というのは原則公開です。原則公開なんですけれども、この法案はそれとは逆の発想で作られて審議されています。高市大臣に伺います。今回のセキュリティクリアランス法案については、海外の政府との秘密情報のやり取りが非常に重視されていますが、この法案の完成に至るまで、どの国といつからどのくらいの回数の打ち合わせが行われましたか。高市大臣。これ、一義的には、我が国、の、行政機関が持つ、情報の保全、これを目指すものでございます。そしてまた、日本の企業の、国際、共同開発などへの参加、などのチャンスも広げるものでございます。で、海外政府との打ち合わせということになりますと、これは政府間のやり取りでございますので、詳細にお答えすることは、差し控えさせていただきますが、私自身は一昨年、8月に就任して以来、あらゆる機会を捉えて、各国の政府関係者、また各国の代表的なシンクタンクの方も含めてですね、情報交換をしてまいりました。それは相手の情報を集めるため、制度の詳細を知るためでございます。大石あきこ君。この質問は質問通告していますので、具体的にどの国といつからどのくらいの回数の打ち合わせという質問でしたので、具体的な数字でお答えできる内容なのに、そのようにおっしゃらないというのがおかしいんですね。例えば過去の答弁の方がまだマシだったんですけれども、過去の答弁で言うと、アメリカ、こんな質問がありました。アメリカ財界からの年次改革要望書の要求に含まれていた、郵政民営化法案のことで、2005年の郵政民営化法案の審議では、政府の郵政民営化準備室とアメリカ政府関係者との協議が、2004年4月以降18回行われ、うち5回はアメリカの保険業界関係者との協議であったと、国会質疑で、答弁しています。この程度のことを明らかにできずに、ちゃんと審査したとは言えないんです。
他に私の質疑だけではありませんけれども、まあ、外交と、まあ、その2文字さえあれば伏せられるような空気になってしまっているのは異常です。この法案そのものがちゃんとした審査がまず不可能なんですね。懲役5年の重い罰則が絡む法案を適用範囲の詳しくは法案成立後に政府が運用基準で決めていきます。それから労働者の身元調査というもう重大な人権侵害に関わるものですけれども、この詳細は法案成立後にちゃんと閣議決定で決めていきます。国会監視の仕組みがないと指摘されて、いやそれは知ってたけど国会で議論してくださいねとか、本日も国民の知る権利どうするんですかに、まあ、成立後ちゃんとやりますですとか、または政権の身内には甘い制度だということも明らかです。これはだからもう法案の審査でも何でもなくて、単に経済安保の秘密絡みにつきましてはざっくりと岸田政権に丸投げでよろしいですかって聞かれているのと変わらないですよ。だから本来ここで審議を差し戻しにするべきなんです。ちょっとした修正協議とか修正ぐらいでこれ皆さんも成立させるんでしょうか。それで言い訳がないんです。改めてこの法案はすでに導入されている特定秘密保護法との一体運用によって安全保障にかかる国家秘密を経済安全保障の分野に拡大し、重要経済安保情報を大幅に民間に拡大活用させていくというものです。確かに外国政府からの経済的威圧介入、またスパイ行為などに対して国民の安全を守るっていうのは、これは響きはいいんですけれども、この法案が通ったからといって国民の安全は守れません。というのもアメリカ政府からの介入に対してはもう全然見えない透明な状態、ノーカウントにされてまして、でただ結果として国民の実害となっているんですね。過去で言うと例えば以下のものです。パネル資料をご覧ください。米国アメリカの要請として報道されてきた事象の例です。1番、日米半導体協定、日本は半導体を中国を除いてちゃんと獲得していくと、それに仲間外れにされたらダメなんだって今必死ですけれども、1986年にアメリカの要請で日米半導体協定、日本の半導体政策の失われた10年だと言われています。次、普天間飛行場の辺野古移設、これは25年経っても普天間が返還されずに米軍基地、辺野古の新基地建設になっているんですね。で郵政民営化と、まあ、これも日本の郵便局郵政のことじゃないの、まあ、そうではなくてアメリカの年次改革要望書に記載されています。外資系保険会社に預貯資金を開放してサービスは低下しました。オスプレイ爆買い、制御できずに墜落、日本は世界で唯一の輸入国です。集団的自衛権の行使容認、2015年に成立しました。アメリカの戦争に日本が巻き込まれる恐れが増える、まあ、この法案も大いに関係があります。それから最近、紅麹成分のサプリメントということで機能性食品というのが大きなニュースに事件になっているんですけれども、まあ、これも関係がないわけではなくて、これも年次改革要望書におけるアメリカの規制緩和項目でありまして、まあ、ほぼアメリカの制度と似たように作っていますけれども、まあ、日本においてはアメリカの制度の報告義務さえないということが問題になろうとしています。そしてこの法案自体もアメリカの中国に対抗する政策、対中政策の変更を受けてアメリカの強いプッシュで日本で推し進めさせられてきたものの一つです。よって、先ほどの資料に書いてある実害のように、ほとんどの国民の知らないうちにアメリカの言う通りにして、国民がひどい目に遭わされる可能性が高いのではないかと。で特にやばいのが、この法案がファイブアイズに参加するステップとされている点です。ファイブアイズとは何か、資料です。この委員会でもたくさんファイブアイズについて言及されてきました。ファイブアイズとは、
5つの目を意味する5 eyes、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国だけが共有する秘密情報ネットワークです。この5 eyes については1950年代には存在していましたが、2010年くらいまで存在自体が秘匿されていました。隠されていた。2013年にはエドワード・スノーデンというアメリカの国家安全保障局 NSA ですねの職員、つまり諜報組織の職員が情報を公益目的で暴露したことが話題になりました。この5 eyes、 電話やネット上のほとんどあらゆる活動を完全に記録保存できる大量監視システムが開発配備されているという内容でした。ここで伺います、高市大臣。この法案はこの5 eyes に入るための必要条件となるという認識でよろしいですか。高市大臣。全く5 eyes とは関係がございません。大石晃子君。ではこの法案の狙いかどうかはさておき、政治家である高市さんはこの5 eyes に入るべきだとそのように考えられますか。高市大臣。それは日本国政府として判断をされるべき問題だと思います。私個人がどうすべきだというような話ではないと思います。少なくともこの法律案とは全く無関係でございます。大内晃子君。財務副大臣の辻清人副大臣のご見解もお聞きしておきます。ご自身で5 eyes 入りを目指すべきだと公言されていますけれども、その見解でよろしいですね。辻外務副大臣。すいません、外務副大臣の辻でございます。失礼します。外務副大臣の辻です。はい、大石議員 の質問にお答えします。我が国を取り巻くですね、国際情勢一層厳しさを増していますが、政府全体の情報収集分析能力の向上を図ることは不可欠ですが、委員申し上げた、アメリカやイギリスをはじめとする関係国と平素から緊密に連携して情報交換等を行うこと、そういったことは重要でございますが、事柄の性質上ですね、お答えを差し控えますが、5 eyes、 5カ国との関係の強化についても引き続き取り組んでまいりたいと思います。大石晃子君。イエスかノーかでは今答えられないということでよろしいですか。辻外務副大臣。5 eyes 入りを目指すべきと公言されているので、政府の一員としてですね、5 eyes 5カ国との関係の強化についても引き続き取り組んでまいりたいと思ってます。大石晃子君。セキュリティクリアランスは2022年末に政府が閣議決定した安保3文書の一つ、国家安全保障戦略に記載された内容の一部で、またこの戦略に基づき防衛費倍増、武器輸出規制緩和、敵基地攻撃能力の保有などが進められています。本法は安全保障戦略の一環で、その中の同盟国同志国の情報共有の仕組みです。これまでのこの委員会でこの法案での質疑、参考人質疑の中でも5 eyes 入りのためにこのセキュリティ法が必須なのだと、この法案を推進する委員や有識者の方も強調されていました。この委員会全体を通じても、もう5 eyes に入りたいと、むっちゃ入りたいという、このもう異常な熱気というのは感じておりますが、アメリカに、日本でもですね、それはそういう質問をした方もそうですし、ホームページでは公言されていたりですとか、笑っておられるけど、自民党も5 eyes 入りを見据えて体制を強化するって、2020年に提言されていますので、入りたいわけじゃないですか。書いてあるんですよ、公言されているんですよね。でもそういう方々にお聞きしたいですけれども、質問しませんけれども、お聞きしたいけど、アメリカに日本が諜報されてたっていうこの事実とどう向き合われるのか、もう非常に疑問です。ウィキリークスという情報サイトで2015年、先ほど、アメリカの国家安全保障局の大規模盗聴事件ターゲット東京の文書をリークし、アメリカに日本が諜報されていたことを暴露しています。NSA が少なくとも第一次安倍政権時から、次に述べるような部署に盗聴してたと。内閣府、経済産業省、財務省、日銀、
同職員の自宅、三菱商事の天然ガス部門、三井物産の石油部門など計35回線の電話を盗聴していたということが判明しました。これは日本経済新聞でも報道されていますし、国会質疑にもなったんですね。高市大臣に伺いたいんですけれども、この事件、ターゲット東京という、つまり日本がアメリカに諜報されてたっていうことについては事実でよろしいですか。日本がアメリカに諜報されてたっていうことは事実でよろしいですか。高市大臣。それは申し訳ないですが、所管外でございます。私は情報機関を持っておりません。大石あきこ君。2015年に、その国会でそのような質問があって、で安倍総理は仮に事実だとしたら遺憾だというふうに答弁しています。仮に事実っていうか、それ事実確認してるんですかね。アメリカにこそしっかり対等に抗議して対処しないといけないですよね。この時点で、私はアメリカの怖さを非常に感じてるんですけどね。でもアメリカだけではなく、この国も同じことを公然とやるということになるんです。ファイブアイズに入ったら、日本もアメリカの CIA のようなスパイ組織を国内に公然と作り出すことが求められます。産経新聞の社説でもそのように書いてあります。すでにいろんな国々で国民監視は、ファイブアイズの国々で国民監視はなされていまして、ファイブアイズの国々が国民監視に関する国内の規制を回避するために、互いの国民を監視し、収集した情報を共有しているという指摘があります。高市大臣、日本はファイブアイズには入っていないんですけれども、連携していると言われていまして、すでにそれらの国々から、この国内の日本の国民監視の情報共有はしてもらっていますか。はい、高市大臣。ファイブアイズ、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドとはそれぞれ、外交関係もあり、また貿易などですね、さまざまな分野で、連携をいたしておりますが、日本はファイブアイズには入っていないし、今の日本の状況で入れるわけもないし、全くその情報提供ですとか、その国民同士の、要はちくり合い、ということですか、情報提供を政府に対してする、そのような事実があるとは承知をいたしておりません。大石あきこ君。ファイブアイズが、自国以外の国の、それぞれの国から国民監視の情報共有をしてもらっていないっていうことですか。ファイブアイズの国々が、明確にしていただいて、ファイブアイズの国々が、国民監視に関する国内の規制を回避するために互いの国民を監視し、収集した情報を共有しているという指摘が、報道があるんですけれども、その報道をもとにして、このようなことはダメなんだと、だからファイブアイズ入りしたときに、これは日本国内の国民監視が、今、国内の法律でできないことを飛び越えて、他国から、ファイブアイズの他の国から、国民監視情報をもらうということが懸念されるということを私は申し上げておりまして、まずファイブアイズという国々の中で、国民監視情報を情報共有し合っているということはご存知ですか。高市大臣。私は知りません。はい、そして本法案とは関係がございません。本法案はあくまでも重要経済安保情報、それもしっかりとですね、それが明記されたものの取り扱いに関する法律案でございます。大石あきこ君。いや、本当にファイブアイズに関係が、この法案がないのであれば、有識者を参考人で呼んできたときに、ファイブアイズに入るために大きなこのセキュリティクリアランス法案が大きな要件になっているんだって有識者会議にも入られているような方が答えになっているんですけど、それは大きな誤解だと、違うんだっていうことを強調される必要があると思うんですよ。というのもファイブアイズに入りたいで
委員会自体もすごく盛り上がっているので、違うんだと、この法案は全く関係がないんだと、そのパズルのピースではないんだということを明確におっしゃっていただきたい。そうしないとそういう委員会になってるじゃないですか。いやいや、高市大臣。まあ、この委員会の冒頭から委員はですね、例えばアメリカに強要されて日本がこういうことをやってきたというような資料も配られてのお話でございますが、この法律案は、まあ、自民党ももちろんでございますが、野党各党も含めて、何年も前からですね、その経済安全保障の強化、そしてセキュリティクリアランス制度の創設、経済安全保障版のクリアランス制度の創設の必要性、まあ、そんなことを多くの議員が真剣に考えて、議論をしてこられた。そしてたくさんの経済団体からもですね、ご要望があった。企業からもご要望があった。で、連合の話もしっかりと伺った。その必要性の上に立ってですね、構築をしてきて、立案をしてご提案しているものでございます。ファイブアイズとは関係ないし、アメリカからも何にも頼まれておりません。大石明子君。まあ、いろいろおっしゃいますけれどもね、明らかにファイブアイズに入る少なくとも要件にはなっているじゃないですか。時間がないということですが、まあ、そのようなね、スパイ組織を公然化するような、まあ、そのような仲間に入るということは、申し合わせの時間が過ぎておりますので、まとめますね、おまとめください。まとめますね。平和憲法によってかろうじて国際紛争に巻き込まれることを回避してきたこの国の在り方を変えることになります。絶対ダメです。終わります。